おはようございます曽我塾のコブです、えー、ネットビジネスで稼ぐ時にですね大事なことはいかに信頼関係を作るかなんですよねそのためにその信頼関係の下地を作るためにこういうふうなね YouTube であるとか SNSFacebook とか Twitter であるとかこういったことの情報発信っていうのが大事になってきますじゃあどんな情報発信をすればいいのかというとそこにはですね2つの要素があります情報発信により視聴者さん読者さんに気づきがあるのか そして問題解決ができているのかということですよねこの2つのうちどちらかが入っている情報発信には信頼が集まりそれが見込み客となりある一定のレベルを超えると入金が起きるという流れになっております、まあ、ですので、ね、情報発信をされている方の中でただ発信はしてるんだけどもそこに何の気づきもないとただ自分の日常を喋ってるだけと。 いいうここととにににななななるとこれはなかなかねねビジネスになりにくいわけですよ、ね、もちろん楽しい情報を発信するのは大事なんでビジネスをしなければそれはすごく楽しいものになると思いますただですね古都ビジネスをしてお金を稼ごうと思うと視聴者さんとか読者さんに気づきですとかね問題解決を与えないとそれは信用を生まないってことになりますそういうふうにしてねこの人の発信っていうのはいつも気づきがあるなと。 この人の発信といはいつも問題解決があるなと思うその先に信頼関係が結ばれその信頼関係の向こうにですね、ビジネスとかセールスの成功があるということになります皆様の情報発信の、ね、お役に立てれば幸いでございまます。それでは失礼します